こちゃん、今回の指令は福田幻想さゆめ美術館の魅力か。早速行ってみよう。調査開始。のんびりほっこり三好巡りたい。奥田幻想さゆめ美術館は三好市木佐町出身の夫婦、日本画家の奥田幻想、人形作家奥田さゆめの作品を展示した美術館。夫の奥田幻想は自然の風景を幻想の赤といわれる独特な赤色で表現、生涯独自の赤を追い求めた日本画家です。また妻の奥田さゆめは日本を代表する人形作家の一人として現在も活躍しています。わあ、もう建物自体が芸術作品のような美術館だね。ギリコちゃん、ロビーに池があるよ。鏡のように綺麗だね。はい、こちらは月の出が鑑賞できます。山の向こうから月が昇ってくる景観なんですけれども、奥田幻想の絵の重要なモチーフである月にちなんで設計がされているんです。満月の夜には開館時間を延長し月を鑑賞することができるんだとか。水面に映る月影もまた美術館をより味わい深いものにしていますね。幻想の絵は赤が特徴なんですけれども、いろいろな赤を塗り重ねていて、一点一点見応えがあると思います。光霊という作品があるんですけれども、真っ赤な大画面にですね、月が昇っていて滝があって、非常に迫力のある山の景色の絵です。さゆめさんの作品についてはいかがですか？一貫して女性像をテーマに制作を続けられています。特に代表作は奥田幻想が亡くなられて、その別れを悲しんで乗り越える形で非常に力を込めて制作された作品として知られています。この美術館内にはお茶室も。定茶開催日にはこちらでお茶をいただくことができます。おいしくいただいてください。いただきます、はい。いかがでございますか？おいしいです。お客様のおもてなしにね、ものすごく喜びを感じます。奥田幻想さゆめ美術館は芸術に触れるだけでなく癒しの空間も兼ね備えた場所でした。ミッション完了。三好イベントナビ。元旦高谷山展望台で初日の出を祝います。初日の出と霧の海の幻想的な雰囲気に包まれて1年の始まりを感じてみませんか？次回は三好の開運スポットを巡りたい。